はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。5時半を回りましたね。3月は9日土曜日でございまして、だんだん温度が下がってきました。千代田区は8度、この部屋はですね16度ですね。ちょっと家なっていう感じですね、暖房入れたいところでございますけど、こう音がしますんで、はい、行きましょうか。これほんまかなという感じの記事ですけど、大起源ですね。中共には常識は通じない、何でもこっそりかつ強引にやるからなというなんかこう触れがあってですね、これは昨日8日ですね出た記事でございまして、記事のタイトルは調査報告、米の港で使用される中国製クレーンに通信機能が搭載されているという記事でございまして、最新の調査によれば、米国内の港に配備された中国製貨物運搬クレーンに遠隔アクセス可能な通信設備、例えばセルラーモデムなどを装備していることが判明した。そうなの。これは米港、アメリカの港ですね、の安全に対する潜在的な脅威だ。特に中国共産党によるスパイ活動の道具として使用される可能性があり、深刻な懸念を引き起こしていると。クレーンにその通信機能を搭載して何に使えるんでしょうね。ウォールストリートジャーナルによると、アメリカの港で使用されているクレーンの約 80% が上海新華重工集団株式会社ZPMC で製造されていて、この会社の製品は米政府から注目されている。ペンタゴンや連邦情報機関の職員は ZPMC、この会社ですね、が製造した巨大なクレーンが引き起こす干渉やスパイ活動について懸念している。何それ。連邦議会下院国土安全委員会のマーク・グリーン委員長は、中国共産党政府が積極的に情報収集の機会を求め、米の重要な基盤設備、海洋部門への侵入を試みていると指摘した。彼は、米国はこの脅威に長年にわたって見過ごしてきたと述べている。米国はこの脅威を長年にわたって見過ごしてきた。調査によれば、米国の一部の港ではクレーンに10個以上のセルラーモデルが装備されている。また別の港のサーバールームでもモデムが発見された。これらの装置は時にクレーンの操作部品と積極的に接続されることを確認している。ちょっと遠隔で誰かがそのクレーンをですね、こう操作できるということですかね。クレーンにモデムを設置し、遠隔監視やメンテナンスを行うことは珍しいことではないものの、ZPMC 製のクレーンを使用している一部の港では、国会の調査員にこれらの機能の追加を要求していないと述べている。なんかようわからん。昨年12月、国土安全委員会に提出された書簡の中で、米国のある港の運営者は、これらのモデム自体は契約内容に含まれていないのにクレーンに意図的に設置されていると述べている。これらの行動診断及び監視サービスは登録されていない。運営者はこれらモデムを初めて目にした際、誰がそれらをクレーンに設置したのか確信が持てなかったというふうに見られると。まあ、ちょっとこの辺にしときましょうか。長い記事ですけどね。これはアメリカだけではなくフィンランドとかでも問題になっているようですね。そのクレーンをモニターすることによって、どれくらい稼働したかとかというのがですね、中国政府に分かる仕組みになってるんでしょうね。あるいは何かアメリカとこと構えてですね、戦争みたいなことになるとですね、そのクレーンをですね、壊すことによってですね、テロみたいなことに使えるんちゃうかとか、そういう子もありますけどね。中国製のいろんなものってね、そういうものが仕込まれてるケースが結構多いらしいんですよ。要はその周囲の情報を盗み取るとか、その機械がどのように稼働したか盗み取るとかですね、特にですね、アメリカではファーウェイのですね携帯、はですねもう禁止ということになってますけども、アメリカの政府職員とかはね、確かあいちゃうは全部禁止だったかな。これ、ファーウェイなんですけど。だからね、私がね、ここに入ってるね、情報はね、みんなね、中国政府知ってんねん。また、榊がなんか変なこと言うとんねん。変なことやるから、変なメール送っとんねんとかって。ただね、私ね、
メールこれで全部見れるんですけど、こういう言論活動はですね、文章を書くか喋るかとどっちでかでですね、メールであんまりやり取りしないですね。ただメディアに出す原稿はですね、全部メールで送ってるんで、ですね、僕の原稿を全部チェックされてる可能性があるんですけど、ただしそれメディアに出すんでいずれ公開される原稿なんですよ。なんでですね、それは多分チェックされても何の問題もないわけですね。で、喋ってることもこうやって YouTube 出そういうわけでしょ。だから別に僕の喋ってることは別にですね、私のこの PC やですね、このスマホをチェックしたくても公開されてるんですね。だから私の情報なんて別に、中国政府にとって何の意味があるんやろうと思うんですけど、もしかしたらモニターされてるかもわからへん。そう。で、中国行きませんし、中国語できませんからですね、中国語話者に対して何のアピールもできないということですね。でもなんかね、その中国のこういった情報ってね、ようわからんというか、なんで中国はそこまでね、隅々知りたがるんやろと、もしそうだとしたらね、クレーンだけちゃうんですよ。あらゆる製品にそれが、そういったモニターが入ってると言われてます。逆に中国はですね、テスラの車にですね、そういったですね、モデムが入っていてですね、どんだけどこに行ったのか、何時何分にどこにいたのかっていうのは全部分かるようになってると。だから中国の政府の職員はですね、テスラに乗ったらあかんという禁止令を出しています。まあ一般人が乗る分には差し支えないやろということですけど、ね、テスラはそんなことはしてませんと。モニターした情報は全部中国国内で収めてますとか言ってるんですけど、まあそれもちょっと分かりませんね。もうだからもうね、今やですね、もう世界中の人が中国に監視されてんねん。あかんねん、ほんまに。だからいつ逮捕されるかわからない。正旧中国の警察の権力が及ぶところに行けばですね、すぐに、あ、こいつ逮捕とかってできるわけです。まあそんなんね、言うてもあんまりこう、法律に関係ない国ですからね、あそこはね。まあまあいいんですけど、アメリカはね、かなりナーバスになってると思います。別の項目で TikTok を正式に禁止するっていうようになってますね。まあそれもですね、情報漏洩を防ぐためということでしょうけどもですね、この中国対アメリカのですね、いろんな面でのですね、こう対立関係というのはですね、かなりですね、抜き差しならないところまで来てますね。で、こうクレーンまでですね、モニターされて、まあ、モデムが入ってるということでですね、まあ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 入っててもええんちゃうのと僕なんか思うんですけど、別にこのクレーンがね、どんだけ稼働したかなんていうのをですね、いちいち中国政府が知ったところでですね、何のメリットがあるんやろうと思いますけどね。いざという時にそのクレーンの機能を破壊するとかっていうんであれば、それは困りますけど、そこまでやるかなというふうには思います。そこまでやってて、それを全部管理できてるんであれば、中国政府は相当賢いと思うんですけど、中国政府のやってるところを見るとですね、そういう賢明さは一つも、こう、あれですね、見られませんね。なんか、超間抜けたこといっぱいやってますやん、中国って。もうミサイルは飛ばへんしですね、空母には泣くしですね、飛行機は落ちるしですね、そんな間抜けな連中がですね、そんな緻密にアメリカの国のクレーンから何かを読み取ろうとしてると、私にはとってもリアリティがないんですけどね。でもですね、警戒するに越したことはありませんからですね。まあ、中国製のスマホというのは、どんどん今、世界から駆逐をされているでしょうから、まあ、そのうちですね、日本でも買えなくなるんでしょうね。まあ、それはいいんですけど、中国政府もね、なんていうか、もうちょっとね、誠実にですね、そんなことしてませんと言って、自分たちでこう潔白を証明するような行動をするとか、したらいいんですけど、そういうこと一切しませんからね。だからやっぱり世界から疑いの目で見られるわけであって、まあやり方が下手くそですね。まあまあ、本当のところはどうかって分かりませんけどね、この記事も。はい。ということでですね、アメリカでは一層ですね、脱中国製という動きが強まるんでしょうね。このクレーンもだから、もしかしたらですね、中国製以外のものをですね、使うような動きになるのかもしれません。そこで日本にですね、ビジネスチャンスなんか生まれたらいいなという気はしますけどね。
はい、ということでこの大紀元調査報告、米の港で使用される中国製クレーンに通信機能が搭載されているというタイトルの記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。